フジワランドです。さあ、今日はオリジン弁当を爆買いしてまいりました。ありがとうございます。はい、もうなるべくたくさん食べたいので、うん、お弁当一つどんというよりおかずをたくさん買ってきてそれを食べていこうっていう感じでございます。はい、登録ボタンを押してね。はい、いろいろありますけどまずはこれを説明しましょう。はい、こちら、あ、ちびらんどちゃん、はい、ちびらんどちゃんのお子様用のり弁ですね。かわいいじゃん。はい、ポテトとか揚げ物とか下にご飯が入ってるのかな、海苔弁だから。はい、チョレギサラダ、花文字を入りドレッシング。続いて高いよ、チビランド。エビとブロッコリーのサラダバリュー。はい、そうですね。蒸し鶏と枝豆の塩昆布和え、香港風オイスター焼きそば。はい、こちらがオムそば。わあ、パパの好きなやつじゃん。ちょっと見て、イカフライ。うわ、すごい、2段になってた。ちびらんちゃんの海苔弁ですね。わあ、すごい。で、こちらがデミハンバーグで、こちらが野菜炒め塩で、こちらがハラミのごまにんにく炒めだったと思う、多分名前。はい、で、おにぎりも買いました。塩わかめ、これちびらんちゃん食べたいって言ったよね。うん、一応じゃあ置いとくね。はい、たけのこご飯、もう食べてよ。うん、早っ。ほら見て、赤飯、ツナマヨ、これ嫁奈々さん欲しがってる、マサバの塩焼き。はい、こんな感じでバッグ買いしてまいりましたので食べてまいりたいと思っております。これパックリ割れちゃったんだけどさ、大丈夫だ。大丈夫。ちょっとおむそばとかオイスター焼きそばはできて時間が経ってる、で置いてあったやつだから、あ、そうなんだ。この3つは高いです。あ、作りたてなんだ。はい、いただきます。うん、ハラミいっちゃおうかな。めっちゃうまそうだった、作ってる時も。うん、これお皿に。塩と醤油が選べて、塩にしたら、うんうんうん、正解だった。うん、いただきます。うん、ほんとだ、390円ですよ。ハラミ、ちょっと柔らかい。めちゃくちゃ美味しいやん。本当だ。なあ、やっぱ柔らか。歯いらないぐらい柔らかい。うん、ハンバーグ食べる。これはマリカ。ポテトが好きだよね、ポテト。子供ってすごいポテト好きやね。自分が子供の時こんなにポテト食うてたんかなと思うよね。うん、でもマック見るとポテト食べたくなってたけど。じゃあハンバーグいただきます。はい。安定だね。安定。エビとブロッコリーのサラダ。うん。うん。海苔が超美味しい。うん。海苔だけ食べて。おかかご飯好きじゃん。いいマヨ感。辛味めっちゃうまい。どうしようかと。チョレギ。うん。うん、美味しい。ちょうどいい。あの、うん、ちょっとこう水気の少なめなお豆腐で美味しい。うん、トップだね。車そこまで塩感が強くない、うん、ね、ちょうどいい。うん、ハンバーグ美味しい、うん、普通、普通に美味しい。うん、安定の、はい、もうあの激うまっていうわけではないけど、給食のやつやね。あ、そうそう、普通。この源のおに源おにぎりっていうのがどうやらオリジンさんはシリーズみたいね。うん、うわ、お赤飯とかも久しぶりだね。そう、赤飯なんか意外と変わんなと思って、うん、店内蒸しって書いてある。食べたい。いただきます。
な。うん、おいしい。身がめっちゃでかい。うん、ジビランド好きじゃない。お魚、おにぎり食べる。お赤飯いらない。めちゃめちゃもちもち、めちゃくちゃうまい。お赤飯って食べないよね。うん、久しぶりに食べた。めっちゃうまい。おいしい。で、これがおいしそうだった香港風オイスター焼きそば、うん、ちょっと温める。そう、うん、そうだね。おいしい。でも赤飯超おいしいなあいつぶりだろう、赤飯。あの、デパ地下とかさ、おこわのお弁当、はいはいはい、皆さんたまに買うときあって、栗おこわ好きだから、栗おこわともう一個選べるときに前お赤飯頼んだわ。そん時ぶりかも。1年以上食べてイカフライに目がない私。うん、うまい。こっち食べる。うまい。イカフライでちょっと冷めてて硬いパターンのイカフライが好きな人分かります？ちょっともう冷めてちょっと硬くなっちゃってる。分かるかな、この感じ。なんか冷めて硬くなっちゃってるって言うとなんかまずそうに聞こえるけど、でもそれがうまい、イカフライはそうなの。あ、ついにも当然湯揚げたても、うん、なんかパパってイカフライ大好きだよ。大好き。イカ天イカフライ好きよね。イカ天イカフライ好きだけど、うん、イカフライの方が好き。あ、そうなんだ。うん、オイスター焼きそば。イチゴみたい。イチゴみたいに甘いよね。イチゴより甘い。香りがものすごい香り。うん、今焼きそば大好きなんだ。どうぞ。食べたい。食べる？あ、熱い。熱い。あ、うん、これチビランド好きだわ。食べる？うん。これは好きだわ、チビランド。トットー。ソース加減がちょうどいいもの。トゥトゥトゥルうん、美味しいよね。はい、このおにぎりちょっと細麺、うん、ソース焼きそばとは違ってオイスターソースの旨味がすごいしっかり効いてね、うん、ほんと。ママが作った焼きそばの方が美味しい。ありがとう。まあ、まるちゃんの焼きそばですけど、うん、なんかちょっとアルバイトのお兄さんたちだと思うんだけど、うん、暇そうにしてたとこに急に俺がこんだけ買いに来たから一気に焦らしてしまった。ほ、うんと、うん、ランチとかの方が混むのかな、まあ、ちょうどこう空いたタイミングだった。空いたタイミングだったのかな、うん、うまっ、うん、ネバネバですごい野菜炒めシャキシャキしてくるなあ。店内で炒めてくれた。うん。チ、うん、ビランドビンビン食べるわ、ほら。うん。枝豆ビンビン。うん。と豆好きやね。いい？おいしい？チビランドちゃんはあの嫁ランドさんが作ったサラダも別で食べておりますので。はい。はい。ママにこれって怒られてないように食べてる。ママ怖い？パパとママどっちが怖い？ママ。ママ。そりゃそうだ。パパ弱いもん。いや。だってパパ空手やってないみたいな。空手やってない。強くない。そういう強さは娘には見せないでしょ、だってね、パパ。強くない。今日も聞いてたもんね。本当に空手やってたのって。一回見せてあげれば。どうやって見せんだよ。うん、ツナマヨも食べてみていい？うん、どうやって空手やってるとこ見せたらいいの？練習してるとこ。動くないっていうもん、絶対。そう、認めないよね。厳しいよね。パパ弱いもん。安定のツナマヨ、美味しい。なんでパパ弱いとこ見せた？
何？運転できてなかった。重いのよ、大人は。まだ足ついてるじゃん、だってパパ。え、だって大人で運転できる人いたよ、ゆうちゃん。それなんかもっと体操選手とかじゃないの？ね、ママのピアス欲しい。これあれだよ、300円だよ。いい、うん、じゃあ穴開けたらやる。今穴開け、大人になったらやるんじゃん。ダメ、そんな、そういう文化のある国だったらいいけど、そのような文化ないもん、日本にはなかなか。あんまり開けてる子少ないと思うよ。めっちゃ眠なってるやん。チビランド運転頑張りすぎよ。めっちゃ運転にハマってるんです今、うん、今日もわざわざちょっと遠くの運転をメインとした公園をやっと探し当てて、ここへ行って、私が妊婦針しに行ったんだよね。マジでずっとやってんの、その間1時間半ぐらいずっと運転。で、言うても握力なくなってくるやん。うん、そりゃそうよ、支えてって言うの。そっから今度俺しんどいやん。20キロぐらいある。私だって一回さ、1ヶ月ぐらい前かな、やっぱりあのちょっと高すぎるから、運転が高すぎて怖いから、ママ支えてって言われて、こうやってちょっと生まれるかと思ったの。重すぎてちょ無理って言って。しかもさ、こう行くでしょ、うん、ね、うん、支えてほしいタイミングと支えていらんタイミングは、あ、こっからのこの1支えてほしい、うん、でもこの2支えていらんから、難しい。こっちの方がさ、なんかこうやって変えられる。こっち無理ない。こっち。じゃあしんどかった。お尻支えて。支えてんのに、お尻支えてるって言ったもん。もう支えなくてもあれ登るもんね。うん、うちの前にそんな力強くなったのって思う。本当本当、なんか私おにぎりが美味しいわ。おにぎり、おにぎり、ちょっとつめて。おにぎりばっか食べて。たけのこご飯もありますよ。パパ、うん、おにぎり、おにぎり、ちょっとつめて。なんかそういう。ラーメン生姜にごま塩。俺は子供の時そういう童謡とか。ごぼうさん、しいたけさん。ちゃんと歌ってなかったんだよ。全然知らない俺そういうの。え？スタートしてるよ。レンコンさん、筋にとって、最後まで知らん。うん、美味しいよ。美味しい。うん、本当だ、ね、すんごいお出汁効いてる。ね、ママ見て、うん、妊婦針、そうだ、妊婦針に行ったりする。そうなんだ、ご存知ですか、妊婦針。みんな知ってるもんだろ、妊婦針。妊婦さんチビランちゃんの時も言ってたんですけど、同じところへ今日ね、うん、あんなにまめにチビランドの時は言ってたのに、36週間、パパ手出して、初めて言ったね。こんなにギリギリになって言って、オイルやってくれる、それ最後のなんか仕上げにスッキリさせてくれる。パパ、うん、パパ、まあ、体が冷えないようにとか、まあ、安産を促すみたいな、うん、なんですって。あと肩こりがひどいから肩のこりをちょっと取ってもらったのと、なんかスッキリした。確かにチビランの時はめっちゃ言ってた、めちゃくちゃ言ってた。でもあの時は体がもうほんと芯から冷えてるって言われたんだけど、冷えもむくみもそんなに気にするほどじゃないって言われて、まあ、動かざるを得ないじゃないですか、チビランドに意識してた時よりも。で、気をつけるようにこうちょっとあの体ストレッチしたりとか動かすようにしてるからっていうのもあるし、あとあの時よりもこう体が冷える食べ物とかあるんだよね、やっぱり。知ってるからね。そうそうそう、だからなるべく根菜食べるようにして。あ、果物はダメなんだ。果物は全然ダメだね。果
果物はやっぱちょっと言われた。やっぱり好きでイチゴ食べちゃうんだよね。ジュラの時も手さんも食べたもん、イチゴ美味しかったもん。だってちょうどイチゴが美味しい季節に妊娠してんだもん。でもなんか寒い季節の果物は体温めるとかって聞いたことあんねんけどな俺。あの北国のはとかっていうね、リンゴとかさ。イチゴは違うのか。まあやっぱり果物全般がやっぱちょっと冷やすみたい。あとコレステロールのとか言われた。俺と一緒やん。ツボがちょっと底をされたり。コレステロールのツボ。うん。揚げたてはまだいいんだって。なるほど。俺も気付けない。今日はパンより米ね。パン大好きだからさ、もう2斤買っちゃった。帰りにパン買うてたやん今日。何にも話聞いてない。陰から見てみて、あいつ何も聞いてない。でとんかつ屋さん入ったしね、お昼。揚げたてだからいいのよ。こらえるわ。そろそろですよ、もう。本当ね。もうもしかしたらこれ配信になってる頃生まれてるかもしれない。これ3月一番3月の一番最後の動画なの確か。あ、そうなんだ。そう、で早まれば、そうね、もしかしたらもうもしかしてる4月の予定なんですけどね。だからすごいちょうど学年の境目なのよ。3月に生まれちゃったら1個上の学年になるし、4月になったら1個下の学年になるし、チビランドと5歳さん5学年差になるか6学年差になるか、もしかしたらもう生まれているかもしれません。もうでももう苦しいので。なんだお姉ちゃん、寝苦しくて寝苦しくて、昨日も2、3回目覚めた。産むときどうやるの？産むときは、うんって こうやって見て、うん、例えとして最悪のママ卵出すみたいなピッコロピッコロになっちゃうの？最悪の例えと最悪のタイミングでしたね。緑のピッコロになっちゃうみたいです。でもほんと卵で産みたい。ほんとに口からそのが楽じゃない。いや分からん、俺は俺とこは分からん。でもピッコロ苦しそうか、口から卵産む。ジビランドピッコロ知ってる？知ってるよ。あのチロピノ、チロピノだっけ。カンカンちゃん何の話に出てくるか知ってる？それ知らないね。ピッコロって緑のやつ。そうなんか卵を吐くの。そう。でもピッコロって神様なんだよ。ナメック星人。そう。知ってるよ。本当？ピッコロ神様なのか知らないんじゃん。知ってるじゃんよ。前パパ教えてくれた。パパが教えた？あれ亀。何なの？ピッコロが緑。カメにしては甲羅背負えへんすぎやろ。宇宙人、宇宙人、ナメック星人、ナメック星人。あとはゆっくりいただきたいと思います、はい、ということで、今回はありがとうございました。